中心気圧は925ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルとなっています。この後も北寄りに進んでいき、土曜日の夜に日本、静岡県付近に上陸する予想となっています。上陸時の勢力は40メートル程度と予想されており、これは先月千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号と同等の勢力となるため、かなり広範囲での影響が予想されます。また、その千葉県に被害をもたらした台風15号よりもこの暴風域が2倍から3倍ほど大きくなるため、千葉県だけではなくさらに広範囲で影響が出る恐れがあるため注意していただく必要がありそうです。その風の予想について見てみたいと思います。台風15号でも風がかなり強まったところがあったんですけれども、今回も台風周辺を中心にかなり風が強まる予想となっています。特に12日の夜から13日の朝にかけて台風が最接近もしくは上陸していくタイミングで風が強まる予想となっています。広い範囲で暴風となるため、停電が発生する可能性もあったり、また飛来物が、家に飛んできてガラスが割れるなど、そういう、災害が発生する恐れも十分にありますので警戒していただく必要がありそうです。また風だけではなく波に関しても、極めて高くなる予想となっています。こちらは、11日、今日の12時頃の波の予想です。すでに西日本から東日本、沖合では6メートルを超えて大しけとなっています。この後台風が接近するにつれてさらに波は高まっていく予想となっています。こちらは明日12日の15時の波の予想です。台風が最接近するタイミングで西日本から東日本の海上を中心に10メートルを超えて猛烈なしけとなる予想。台風の中心付近では15メートルを超え、なかなか見ることがないような波の高さとなる予想となっています。このため太平洋側を中心に広い範囲で浸水被害など発生する恐れもあるので、風だけではなく波に関しても警戒していただく必要がありそうです。